手伝って救出2回目っていう。スナイパーライフルだ。やめてごめんヘレナ、もう今日なんかエイム力が全然ダメだ。はい、3回目レオンとエイダのかっこよさを堪能する3回目みたいな無限じゃないけどアサルトで行こう。角度的にこれあれなんだよ、狙いにくいんだよ。これでここでちょっとなんでやなんでや、何があかんと言うんや。デボラ本人打とうかな、もう。はい、一人が無理ちょっと無理ちょっと無理って言っちゃった。どこ打ってもいいんじゃねえ、もううん、ちょっとでも上の黄色いとこ当たれば OK。 ショットガンの広範囲で行こう。それがねちょっとのけぞらないで触手のけぞらないで、のけぞったとこ当たんない。もうこれ何回目、一人じゃ無理、何回目もうとりあえず この角度で行こう。角度的にここじゃないとダメだわ。あ、今度は行った。角度が大事ですわ。ここあそこからもうちゃうともう失敗確定みたいな感じだね。やっと先進んだ。急遽クロスボウに持ち替えました。もう泣かない、お胸がポヨンポヨン。あなたの仇を取るまで。ほんとデバラのこのクリーチャーデザインも今では無理なんでしょうね。許して。デバラの体全体ヌルヌルしちゃうから奈落の底へと落ちてしまったのでした。絶対にあいつを許さない。私を見て大丈夫だから、こっちを見て。本当このシーンがね、目をそらさないで。助けて、助けるわデボラ。だから私を見て、二人で逃げましょう。これをわざわざ鑑賞してるシモンズの悪趣味よ。やめて、妹だけは私が行く。お願い、何でもって言ったねっていう。お願い、妹を助けて。デボラー、実際本当に何でも刺されちゃったと思われます。闇深いと思います。手を貸したの、大統領のセキュリティに隙を作った。シモンズらしいやり方ね。本当悪趣味なおっさんね。奴の目的は何だ。話せば長いわ。エイダとシモンズの関係は実はバイオハザード2より前から始まってるらしいよ。でラクーンシティにミサイルぶち込んだシモンズ見て、こいつやべえなと思うことで手を切ったらしい。そんな関係が書いてあったよ。うん、かっこいい。気分はどうだね。ここまで来たら教えてあげる。いや、遠慮しておこう。それより君に見せたいものがあるんだ。また謎謎？いや、そうじゃない。君にとっては知って損のないことだ。研究施設へ進みたまえ。というわけでまだ続くんじゃ。
一番地下まで到達。ここはレオン編の地下施設の逆走してるような感じかな。でもないな。出口が迫ってくるんじゃ。ドスンドスン。コント心理をして扉開けてもらうとかできるんですけど、檻を開けてもらうってできるんですけど、ぬるってくるんかい。やーいやーい、挟まってる。やーい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 。バタ。まあ危なっかしいやつはちょっと処分しておいた方が安全よね、ということで、クロスボウとショットガンでいこうかな。ドッスンドッスン。あー、そっち危ない危ない。まさかの湖方面から来た。で、うまいこと突進させてルートを開通していきたいんですけど、まあ難しいね。誘導しないとね。はい、こっちこっち。ドド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 ドーン。で、ちょっとそこにいてもらって、こっちちょっと壊してもらって、お尻ぶっ刺し。あ、あっちに向いた。ちょっと電撃ビリビリアタック。そしてここは、開かない。ちょ硬直中に来んな。硬直中に来るなし危ない。とりあえず鍵これもらってくる。うん、急に曲がる。こいつのタックル結構曲がってくるよね。やらしいね。ドス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 。まあとりあえず鍵はゲットしたので、急ぎすぎるとあたふたしちゃう。危ない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 。逃げまーす。というわけでレオン編と同じルートに合流したね。ちょっとこんな汚いところから降りたの。そうなの。こら危なかった。レオンはこんな汚いところを通ってきました。エイダはそんな汚いところを通りません。だってエイダさんは美しくいないといけないからね。というわけでこいつの足を集中的に攻撃して処分しましょう。そのどでっぱらに蹴り上げちゃるわい。ひたすら足を集中砲火からのケリン。ボヨンボヨン。タフーン。あ、やった倒れた。というわけでレオンルートを逆走します。危なかった危なかった今。ゴリゴリしてるよ。本来レオン編ではあいつまだ出てこないんですけど、危ない。元気いっぱいね。さてここは上に上がるとレオン編と同じルートです。そういえばここに出てくるとき全員サナギがヤバいやつだったような気がする。とりあえず爆裂屋でなんとか行きましょう。壊せないかな。まあ無限弾だから頑張れば壊せるんだろうけど、まあ時間かかっちゃうよね。ちなみにサナギは電気に弱いので、シェリーのスタンバトンがあれば効率よく壊せるんだけどね。何が異常だと言うんだい。そして孵化しちゃう。全部掃除しろってこと。ナパドゥだらけん。
まあ爆裂屋の餌食ですな。うまいこと良ければの話だけど、ほんとマジエイダ編はこの爆裂屋がないと生き残れない、生き残れない。のしのし迫ってくる。外周回って逃げるんじゃ。まず一匹、ドドドドドドド、ちょっと元気。背中も剥がしてあげましょう。ぶっちゃけ下手くその私が難易度プロフェッショナルやろうと思ったら、このクロスボウ爆裂屋がないと無理無理。で死ぬ時に腕ブンブンするのも厄介なのよね。そんでデオン編だとこの下通っていったんだけど、今はなんか行けなくなってるね。おっと元気に燃えろ。ちょっと一匹ずれちゃったかな。今のうち、うん、パンチのリーチ長いね。おっとダウンしなかった、危ない。そういえばエイダ編って手榴弾が今のところ入手できないので、その辺も含めてここのナバドゥ全員倒せ難しいね。ヒルマンかい。ほんといつまで続くのって感じね。倒したらまたなんか増えたね向こうで。あらら、コッパミジン初めて見たコッパミジンになって死ぬの初めて見たわ。仕掛けておきました。背中の白いところが弱点です。危ない。これプスッと刺してキックして爆発で二段ダメージ的な、特に意味はないけど、あ、リロードしてないリロードしてなかった。神神リロード、リロードって1を8を難しいよね。バッタリ、これでどうだ。もう敵の姿は、うん、オッケー。終わった。終わったよ。大変だったよ。この無限パイルボムクロスボウがなかったらもう無理。手榴弾系一切ないんだもん。焼夷で燃やしても特になんともなかったし。というわけで、レオンも見たエイダさんの地下ビデオ、こっちでも見ちゃう。リオンが見た後のやつ、ハッピーバースデーエイダ1。プロジェクトエイダって書いてあるんだよね。シモンズ変態。エイダがシモンズの元離れちゃったのがもう猛烈に悔しくて嫉妬しちゃって、手元に置いておけないなら自分で作っちゃえっていう発想がすごいわ。私にそっくり、レオンが混乱するわけ。そしてシモンズの指輪を見て察した。おかげでいろんなことが分かったし。どういう意味だ。間違ってたらごめんなさい。
でもここに映ってるのはあなたでしょ、エイダ。あなたがネオ・アンブレラの黒幕ね。それは一体どういう意味かな。シモンズはあっさりと手の内を見せるようなバカじゃない。シモンズとファミリーの願いは自分たちの作った世界を永続させることよ。でもあなたは破滅を望んでいる。その罪は全てあなたに背負ってもらう。というわけで偽物が本格的に動き出しました。私をゲームに引きずり込みたいなら相手になるわ。本物のエイダ・ウォンとしてね。とりあえずここはもうハータツから爆破しておきましょう。爆発させておきましょう。誰だ？あなたの昔馴染み、エイダモン。本物のシモンズと通信中。条件だけ伝えるわね。あなたが作った私そっくりのお人形は世界を破滅させるつもりらしいわよ。何？それ以降の言葉は聞いてあげない。じゃあ逃走と行きましょう。どちらが先にゴールするのか。というわけでこっからが本格的なエイダ編のお話が始まるって感じだね。ランク B か。めっちゃデボラ戦苦戦したもんなーっていう。ほんとエイダ編は難しい。